緊張して全然喋らなかった喋れなかった。みんなと喋りたいと思います。お願いします。サッポリーさん初見です。ありがとうございます。 あかりさん画面大きくなった画面大きくなりましたありがとうございますアイリアさんはじめましてはじめまして ちょっとタイムラグがあって、ちょっとタイムラグがあって、ちょっと変なんですけど、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。昨日全然しらなかった。 から語っていきたいと思います。マイティさんは<え>面白すぎるのが好きです。とはあのー、お笑いされてるところがすごいなっていうと思います。 足長くて細いしスタイルいいところも憧れています私は推しマイティさんと皆みなさんを推しって誰だったりしますか ちなみに緊張するのでちょこちょい下見てるんですけど今日は完璧会てきましたなので頑張って上手に喋りたいと思いますあかりさん、旧期生、渋谷、さゆきちゃんですさゆきちゃん可愛い,いですよねわかりますすいかちゃん、前髪可愛い,いねありがとうございます今日は、昨日は前髪上げてたんですけど今日はあの前髪下ろしたい気分だったんで えー、下げてみました。やす<倍>、じゅちゃん、三浦ちゃん。あ、かわいいですよね。私もみゆちゃん好きです。ギフトありがとうございます。絹た公園、写真集、かわいいよね。かわいいです。あ、そうで南原公園で、 あのー、ウッホの、面白いなーって思いました。あざといもできるし、すごいいいなーと思います。佐藤友子さん、初見です。ありがとうございます。ゆうかちゃん。 ちゃんとみそらちゃんが好きですありがとうございますちなみに漢字ちょっと苦手なのでひらがなで書いてくれると嬉しいですひらがなでよろしくお願いしますコロワンさんはじめましてはじめまして カルボナーラさん初見ですありがとうございますこた <laughs> さんアーヤン尊敬してるのはなんでえーアーヤンさん尊敬してるのはえーパワフルって元気なところが好きやし尊敬してるのは 何事にも全力で負けず嫌いなところが尊敬していますカルボナーラさんこんなに可愛い子初めて見たよありがとうございますアンやンさんの話に戻るんですけどアンヤンさんは笑顔がとにかく可愛くて見た目であ見た目的にあんなに勉強できるのがすごいと思います 初見さんが多いので、改めて自己紹介させていただきます。大阪府出身、小学6年生。エントリーナンバー3、みーちゃんです。よろしくお願いします。あかりさん、ギフトありがとうございます。ありがとうございます。 ことさん NMB のことめっちゃ知ってるんやね知ってますずっとちっちゃい時からお姉ちゃんの影響で NMB さんが好きで今回の10期生オーディションに参加しましたえー、特技発表します特技はダンスと歌ドッジボールが大好きです休み時間とかだっ ドッジボールで遊んでいます。運動がとにかく好きで、休み時間ドッジボールもそうやし、鬼ごっことかもみんなで一緒にワイワイ楽しんでます。よしかずさん、しょん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。 ひろめこさん、みーちゃん可愛いなの好きになりそうだよ。ありがとうございます。応援してください。のうさん、こんにちは、こんにちは。 けんさん、佐たもつさんみーちゃんが合格できるように頑張ってねありがとうございます頑張ります配信しようと思ってるので12時ぐらいまで。 リラックスしてはい昨日に引き続きちょっとケージさん休み時間にドッジボール懐かしい響き飛びます中木さんきのえー お鍋食べました。美味しかった。こたさん、アイアン、しんよし、一試合から嬉しいですかコしさん、こんにちは。 こんにつ費やしてきたえー、えわ、ー、が NMB に NMBNMB に 話していきたいと思います。は、えー、あの生まれた時から、さっきも言ったんですけど、お姉ちゃんの。大好きで。その時から、N. M. B. の曲。た曲は、えー、ジッパーです。あのー。 車でよく「まなぶさん」とか「ライブ」DVD でそれから飛ぶんですけど「だってだってだって」のミュージックビデオいっぱい見ました。あのそのそ時に アーヤンさんのことを好きになりました。それで、アーヤンさん聞いて、卒婚もテレビで見ました。ココナの卒婚もテレビとかで見て、アーヤンさん踊ってる時は、アーヤンが卒あの出場してきた時、アーヤンが出てきた時、 そんで、13周年あ、最初にとどろけられたステージ横だったのでいっぱい、えー、推しのマイティーさんとかシンシンさんとかキャプテンのかりんさんとかいっぱいファーストもらいましたその時わーってなんかもう感動しました13周年にも行きましたあの通路の前だったので いいいっぱいファンさもらいましたジオンちゃんとかにもめっちゃあ、あのー、ファンさもらったんでこんなキラッキラ踊るアイドルになれたらいいなと思いましたゆうとさん小学生の子って君なんだねはいそうです 初見です。はるちゃん、くり、くるりんひまわり組、み、初見、初見です。ありがとうございます。じゃあ、初見さん増えてきたので、改めて自己紹介します。大阪府出身、小学6年生、3番のみーちゃんです。よろしくお願いしまーす。ナンバーワンさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。 みーちゃんって呼んでもらえたら嬉しいです。どうかみーちゃんって呼んでください。うり坊さん、はじめましてはじめましてありがとうございます見てくれてありがとうございます、えー ノブさんかなすいません、読めません。えー、N-O-B-U さん、こんにちは、こんにちは。スイカちゃん、前髪かわいいね。昨日前髪上げてたんですけど、今日はおろしたい気分だったんで、えー、前髪をおろしてみました。なかりちゃん、ほんとかわいいよ、みーちゃん。ありがとうございます。 ゆうとうさん、かわいい。みーちゃん、頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。ギリギリさん、こんにちは。こんにちは。お、15分経過しました。ありがとうございます。 皆さん今日のお昼何食べたいですか私は今の気分餃子食べたいです。皆さん何食べたいですか ゆうや、モラトリアム、大学院生さん、ラーメン食べたい。ラーメン美味しいですよね。わかります。あかりさん、サーモン。あ、お寿司も食べたいです。わかります。AKB さんマイ、マイチュンさん、今日はピザ食べる。あっ、 ピザいいですね。私も食べたいです。ピザの種類で何が一番好きですか私は、マルゲリータのピザが一番好き。クインセンサ、ゆうやで大丈夫だよ。あ、ゆうやさんって呼ばせていただきます。 タカさんこんにちはマルゲリータかアイラフじゃがいもかなじゃがいも美味しいですねねねえさんギフト なんやろこの茶色いタコかなありがとうございます。イガグリさん、こんにちは。チップさんも、こんにちは。見てくれてありがとうございます。まだ少し緊張してるんですけど、暖かい目で見守ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。 ヤムさん、みーちゃんは小学生なんだねお姉さんがいいけど頑張ってね小学生でアイドル目指したいと思います頑張ります私今小学6年生なんですけどあの兄弟が4人いて一番末っ子の一番年下になっています スイカちゃん何人兄弟四人兄弟ですウリボウさん茶色いタコありがとうございますギフトありがとうございますヤムさん末っ子の甘えん坊を。 そうです。お姉ちゃんとかによく甘えん坊し、甘えています。けんけんさん、オーディション初めてですか頑張ってね。ありがとうございます。オーディション初めてなんで。緊張し、そんなに緊張めっちゃしてるんですけど。緊張をほぐしながら、頑張っていきます。ポンさん、初見、こんにちは。こんにちは。 フォローしてくれると嬉しいです。スイカちゃん、好きな歌は好きな歌は、えー、えー、チーム N の、チーム N のジンクスが好きです。今緊張してるんで、 じゃあジンクスをちょっと歌って踊ってやってみたいと思いますあの踊りはちょっとまだそんなにできないんですけど頑張りたいと思いますこの世のすべてはジンクス誰が決めたのかジンクス演技が悪いジンクス ありがとうございます。緊張して、声がちょっと震えちゃいました。どうでしたか今のジンクスどうでしたか あかりさん、さすが、うまいありがとうございます。昨日から見てくれてたんですかね。ありがとうございます。ところどころ緊張したら、歌っていきたいと思います。スイカさん、歌うまいね。ありがとうございます。応援してくれてありがとうございます。ナッちさん、いつから NMB 好きなの生まれた時からお姉ちゃんの影響で NMB 大好きです。 え本格的に見出したのは2歳の時です。星さん、こんにちは。こんにちは。竹の子さん、頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。 見さんいっぱい増えてきましたので、じゃあ自己紹介します。えー、大阪府出身、小学六年生、三番のみーちゃんです。お願いします。えー、特技はさっきですえ。ダンスもさっきちょっとジンクスで歌踊りました。で、休み時間とかドッジボールを ドッジボールしたり、運動したりしています。じゃあ、推し。推しは、マイティーさんとシンシンさん、尊敬する。今からは、シンシンさん。シンシンさんについて、ちょっと喋っていこうかなと思います。えー、私的に、シンシンの好きなところは、 なんばらの公園にも出てると思うんですけどウッホで前ゴリラのモノマネを全力でしててあ,のあざといもできるしあざといもできるしあのなんかお笑いもできるのですごいなんか何でもできるなって思ったのでシンシンさんが好きです。 それで、シンシンさんのあざとい TikTok も見ています。ざンさん、もしかして最年少かなわかりませんが、小学6年生、あのー、なので、多分最年少だと思います。ソフトテニスさん、こんにちはー。あ ノースフライトさん、ギフトありがとうございます。ケンケンさん、マイティー好きですか推しで好きです。えー、マイティーさんの笑顔も、あの、バラエティの、あの、トークとか、めっちゃ好きです。よく MC とか見てます。で、シンシンさんが出てるアオハにも、前、あの、N シップ、行かしてもらって、 次は、シンシンさんが出てる青春にも行きたいと思っています。よしさん、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ななのおじさん、初めまして。初めまして。ありがとうございます。えー、青春で好きな曲は、えー、青春で好きな曲は、あのー、 あ,れあのサングラスが好きですよしさん星ありがとうございますありがとうございますななのおじさん小学何年生ですかえー、小学6年生11歳ですやむさんみんなの妹キャラでいこう妹キャラで行かせていただきます えー、お姉ちゃんとかお母さんとかに甘えるのは得意です。たま、たまーさんこんにちは、こんにちは。初見さんいっぱいいっぱい見てる人増えてきてくれました。ありがとうございます。 ダンサーまだ N シップまだいけてないうましいあのもう、ユニットとかもすごくてみんなで踊るところもみんなめっちゃ揃っててあのダンス習ってる側からしたらめっちゃ綺麗なパフォーマンスだったなって思います笑顔もすごい自然でよかったなって思います大いなさんみーちゃんおはようおはようございます あと三十分ぐらいしたらやめちゃうので、えー、いっぱいお話できたらいいと思ってます。大事なさんハートありがとうございます。ありがとうございます。えー、N で好きな曲はさっきも歌って踊りましたが、ジンクスとハートの脱出ゲームが好きです。早川さんこんにちは。 あの脱出ゲームのマイティさんが超絶可愛くて、それで脱出ゲームが好きになりました。 ぎょうさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。スイカちゃん、NMB 入ったら何したい ?NMB 入ったら尊敬する山本彩香さんが、あの、ダブルセンターしてる、だってだってだってを、センターで踊りたいです。 TZT さん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます今日のお昼から遊びに行こうと思ってるのでお腹がもうすきそ,すすきそうだなって、お腹すいたなって思ったらやめ、あの、配信やめちゃうのでみんなといっぱいお話できたらいいなと思います BZT さん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。トラタナキングさん、かわいい、ありがとうございます。お兄ちゃん、そ初見です。ありがとうございます。えー、初見さんが増えてきたので。 改めて、自己紹介させていただきます。大阪府出身、小学6年生、3番のみーちゃんです。みーちゃんって呼んでもらったら嬉しいです。よろしくお願いします。あぎささん、こんにちは、こんにちは。スイカちゃん、ほっぺ赤犬、ね、あの、チークとかしてるわけじゃなくて、 あの、密室、部屋におったら、あの、夏とか、あの、めっちゃ、ほっぺ赤くなっちゃうんですよ。あのー、写真も、めっちゃほっぺ赤かったんですけど、部屋に結構いたので、めっちゃほっぺ赤くなっちゃいました。大事なソギフトありがとうございます。旗のギフトありがとうございます。ハモさん初見です。ありがとうございます。 お兄ちゃん、タコ、ありがとうございます。スイカちゃん、歌ってじゃあ、好きな曲のえ昨日も歌ったんですかあ、昨日じゃなくて、えー、じゃあ、今日はんー…青春のラップタイム。あの、踊れないんですけど、歌、歌っていきたいと思います。あの、サビだけなんですが、聞いてください。 いきます。青春のラップタイム。競うみたいに息を切らし。汗びっしょりになって。一秒でも巻き返そう。ただた一つの理由は好きだから。 ありがとうございまーす。どうでしたかよしさん、音符ありがとうございまーす。ダしのさんも音符ありがとうございまーす。ありがとうございます。 ビッグウェーブさん、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。私、最近ハマってることは、バレーボールのアニメが特に好きです。あの、いっぱい名言があって見てて面白いなと思います。 えー、最近、あのー、影響で、ドッジボールも好きなんですが、バレーボールにも友達といっぱい遊んだり、あのー、売ってみたりしています。あの、運動系は結構何でもできて、あのー、サッカーとかもいけるし、あの、キックベースとかも得意です。 見てくれてる人1000人超えました。ありがとうございます。やはやはさん、こんにちは。こんにちは。ぜひ、えー、フォロワーお願いします。フォローお願いします。スイカちゃん、勉強は好き。勉強は好きというか得意です。漢字は苦手なんですけど、計算が得意です。 あのー、小学6年生になって勉強難しくなっていくと思うんですが負けずに、あのー、頑張って勉強努力してあの100点とか取っていきたいと思います小麦粉さん頑張ってくださいありがとうございます頑張ります 前、あの、ナンのダンス教室に行きました。あの、ゆうみ、ゆうちゃんと、マイティと、ケイトちゃんと会えてめっちゃ嬉しかったし、あの、みんなでワイワイできたし、みんな可愛かったです。あの、それでダンスとかも、あの、踊れました。北川健二を踊りました。めっちゃ楽しかったです。それも、きっかけで、 オーディションを受けてみたいなって思いました。小麦子さん、ハートいっぱいありがとうございます。ムーさん、初見です。ありがとうございます。 あの1月末の N シップ公演に行かせてもらいました。あの、行きました。あの、めっちゃ、あの、結構2列目ぐらいで、あの、間近から見て、あの、めっちゃダンスも上手かったし、ダンスも上手やったし、上手だったので、私もあんなアイドルになれたらいいなって思いました。笑顔もすごいかわ,かわいかったので、あの、 自然な笑顔を作れるように頑張りたいと思いますそれで,で N シップも見に行ったので次は青春公園も行きたいと思います、あのー、できれば M の公園にも行きたいなって思います みんなさんは私のおしはマイティさんとシンシンさんなんですけどみなさんのおしとかいますかおでん屋さんピカピカ,ギフピカピカギフトありがとうございますありがとうございますマイティさんとシンシンさん好きなんですけど N シップ公園に行った時ミッヒーもちょっと気になり始めました あと、ゆきのちゃんも、最近、あの、顔がめっちゃ好きで、かわいいなって思います。<laughs> 大事さん、私のお詩名は、塩月きけいとちゃんです。けいとちゃんかわいい。わかります。けいとちゃん、あの、笑顔がとっても素敵で。小学校6年生の時から、かな 小学校6年生の時から入ってめっちゃ歴長いなって思いますあの「塩坂」「塩坂」のコンビがすごい好きだなって思いますあの次の新曲「あの塩坂」のコンビで、えー、題名が、あのーこれ「これが愛なのか」っていう曲名で「制服」なのがいいなって思います 希望コンビはケイトさんとミカノさんです。シカちゃん、緊張してるね。リラックスしてね。めっちゃ緊張してます。あのこういうの初めてで。めっちゃ緊張してるので。頑張りたいなって思います。あかりさん。 どの衣装を着てみたい、えー、制服もそうなんですけど山本彩さんが着てただってだってだっての衣装の黄色い衣装着たいなって思います。 あかりさん、似合いそう。ありがとうございます。今日遊びに行こうかなと思ったんです。できれば昼からも配信できたらいいなって思います。 くさんはじめましてはじめましてありがとうございますちょっと喉乾いたんで飲、えー、み水飲みたいと思いますすいません ユンチャルさんこんにちはこんにちはコロマンさんこんにちはこんにちはあの特技にあ特技にダンスと歌って書いてるんですけどあのダンスと歌は3年生の時から習ってて特に歌が得意です あの、ダンス習ってるんですけど、ミュージカル系で、あの、歌とダンス、両方踊ってて、笑顔も、演技とかもしなきゃいけないので、あのー、そういうところを NMB に入ったら活かしたいと思います。いや トミーさん、こんにちは、ありがとうございます。じゃあ、えー、いっぱい見てくれてる人が多いので、もうか回自己紹介させていただきます。えー、大阪府出身、小学6年生、えー、3番のみーちゃんです。みーちゃんってコメント欄で書いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。 まざまさん、こんにちは。こんにちは。はみさん、みいちゃん頑張ってありがとうございます。みなさんのお昼からの予定ってありますか。 あのー、私は遊びに行こうと思ったんですけど雨降ってて天気悪くて雨降ってて遊びに行けないのでお昼からも配信できたらいいなって思ってます若木さんみーちゃんファイトありがとうございます。 大島さん、何して遊ぶ予定やったん、えー、得意なドッジボールしたり、あの、みんなで話したり、いつも遊びに行ったら、絶対やることは鬼ごっこやドッジボールとか、あのー、お話をいっぱいしています。えー、ゆうやさん、学校の課題を頑張る予定、あ、学校、私も宿題やってないんで、宿題やってから配信したいなって思ってます。一緒に頑張りましょう。 おまさんかわいいありがとうございます。 得意なことはダンスと歌って書いてあるんですけどあの運動系得意なんですけど苦手なことはあの泳ぐことが苦手でクロールは最近できるようになったんですけど平泳ぎがなかなかできなくて今頑張ってる途中ですあとあの図工とかも苦手であの絵がけっ結構へたっぴで。 あの、すごく作品とか作るときも不器用なんですよ。なので、絵頑張っ、今、ちょっと頑張って絵描いて、あの、絵を頑張ってるところです。でも、色塗りは得意です。まみたんさん、こんにちは。はじめまして。はじめまして。 さーちゃんさん、ねダルマのギフトありがとうございます。お願いします。 あかりさん、ハートありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます。こんにちは、こんにちは、みーちゃんです。フォローしてくれると嬉しいです。フォローお願いします。 えー、NMB で好きな曲はなんかいっぱいあって、あの、ダス、あの、ハートの脱出ゲームも、AKB とか、あの、48グループで好きな曲は、脱出ゲームとか、ラップタイムとか、あの、ジンクスとか好きやったり、あの、テトラ、テトラポッド、青春テトラポッド、あの、前まで TVer で見てました。 ありがとうございます。チョロさんこんにちは。あの暇な時はお姉ちゃんとテレビでこ公演とかあの演目の公演とかをいっぱい見ています。 あの前の「夢中ライブ」の MC がめっちゃ面白くてそれを何回も見ています奥村ももかさんあの漢字間違って読み方間違ってたらごめんなさい奥村ももかさんギフトハートありがとうございます 好きな食べ物は、えー、スイカとかトマトとかラーメンとかお寿司とかが好きです皆さんの好きな食べ物とか料理とかありませんか えー、赤木さん、ハヤシライスが好き。ハヤシライス好きですか私はカレーライスもハヤシライスもどっちも好きです。大品さん、焼肉大好きです。あ、焼肉好きです。わかります。あのー、特に部分、部分で,です。 さんピカピカのギフトありがとうございます私ぜ焼き肉行ったらあの絶対食べるものがあってあのそれは冷麺なんですけどあの焼き肉って結構あの暑くて。 あの、胃が結構もたれてくるんですけどラーメン冷麺食べてあの、さっぱりします <laughs> えー、読み方間違ってたらすみません運命むすこんにちはこんにちはつくしちゃんこんにちは ありがとうございます。みーちゃんです。大品さん、ペンライトのギフト、ありがとうございます。奥村ももかさん、音符のギフト、ありがとうございます。 やんちゃるさんしっかりしてますねありがとうございますでもめっちゃ緊張しててちょっと言葉があのー、全然思うようにしゃべ,らしゃべれなくたりうん、あのー、昨日よりかはあのー 暖かくなったからアイスが食べたくなるね。好きなアイスはいりますか、えー、好きなアイスは、えー、抹茶味のアイスが好きです。 皆さん、明日はお仕事ですか学校とか行ったりします私も明日は学校に行きます。ゆうやさん、明日学校。

えー、そろそろお腹空すいてきたので、えー、ちょうど12時になったら、配信をやめたいなって思います。今日見てくれた人ありがとうございます。けんさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。 あの、お昼から、何時かはまだ決めてないので、えー、宿題とか終わったり、用事、から配信しようと思います。えー、お昼からも見てください。ぜひ、フォローしてください。待って、待っててください。 スくしちゃん、好きな色は、好きな色は、えー、黄色と白が好きです。たカテルさん、宿所タイムください。はい。 OK ですかあ、ヨシさん、音符マックありがとうございます。ヨシさん、虹色の星、ありがとうございます。タカテルさん、ありがとう。こちらこそ、えー、スクショしてもらってありがとうございます。スイカちゃん、 歌って、じゃあ最後に、えー、歌いたいと思います、えー、じゃあジンクス、えー、ジンクスじゃなくてじゃああのハートの脱出ゲーム歌って踊っていきたいと思います 謎だったんだ。不思議な気持ち。今まで感じたことがない。謎だったんだ。とキラキしてる。ハートのダッシュゲーム。ありがとうございます。 大島さん、星のギフトありがとうございます。高照さん、うまい、ありがとうございます。スイカちゃん、可愛い,い、ありがとうございます。 ちゃちゃまるくん、えー、あの読み方間違ってた、ごめん、ごめんなさい。ちゃちゃまるくん、綺麗な歌声やな、ありがとうございます。えー、それじゃあ。 皆さんは N. M. B.。とか。フォーティエットグループで。好きな曲ありますか。私はいっぱいあって。待ってました。新学期とか。あの、夢中人とかも。好きです。好きラムスとかも。 ですいしさん青春のラップタイム。わかります。明るめの結構テンション上がりますよね。わかります。他に好きな曲ありませんか ちとかジッパーとかも好きです<ん>大事なさん「恋のおひとれ」ああの B2 公演のあの曲ですね「恋の ヘタレア、ヘタレアのやつですかあかりさん、N 公演のニューシップ好きあ、N 公演私も好きです N 公演の曲とか、大体あのー、なんか あのー、脱出ゲームとか、マンモスとかも好きです。リニアさん、初見です。ありがとうございます。タカトエルさん、ミーちゃんの MV ーー詳しいね。はい、2歳の時からずっと大好きです。 えー、じゃあ、えー、じゃあ、そろそろ終わりたいと思います。えー、じゃあ、ライブランキング、ライキング、ランキングを発表したいと思います。えー、13位、オールドさん、12位、えー、読み方わかりません。万事公式さんですかあの、そのあたり、カニトクも、 雲のマークがついてる人です。11位、ゆうかさん。10位、小麦子さん。9位、まりさん。8位、おでん屋さん。7位、大品さん。6位、お兄ちゃんさん。5位、サボリーマ、さゆきぶさん。4位、赤いりさん。3位、ねねさん。2位、よしさん。1位、うりぼうさんです。ありがとうございます。また、後で会いましょう。 フォローして待っててください。ありがとうございました。あかりさん、またね、ありがとうございます。